どうも、大地です。今日は2022年最後の月曜日となります。で、最後、あ、その前にあれだ。先週私ちょっとコロナにかかってしまって、今日まで、自宅待機期間となります。長男、次男、私とね、3週連続でちょっとコロナになってしまって、ちょっとご迷惑だったりとかご心配ね、おかけしてしまって、申し訳なかったです。だいぶね、回復しました。ただ、長男、次男に比べてはね、やっぱりかかりましたね。あの二人みたいにサクッと治らなくて、3日ぐらいはほんとしんどくって、まあ、今はね、あとは、ちょっと声がおかしいですけど、声と、あと咳、咳と痰ぐらいか。で、あとは治るかなと思いますので、少し、もうちょっとね、体力回復も少しかかるかなと思うんですが、まあ、徐々に戻していって、活動とか、ね、仕事にも戻りたいと思います。で、まあ、最後の月曜日なので、まあ、この1年の皆様への、まあ、お礼もちょっと言いたいなっていうところと、あとは、まあ、最近ね、いろいろあったので、まあ、それに関して私のちょっと本心というか思いっていう部分を改めて、ちょっとこう顔出して多分伝える場面は初かな。ダラダラジオでちょっと触れましたけども、なのでそれで、まあ、それを言うことによって、またちょっとね、こう、角を立たせてしまう可能性も、あるかなとは思うんですけど、まあ、自分の中でやっぱりずっとちょっとモヤモヤしてしまっているし、2023に、まあ、持ち越さないのは無理だしちゃうけど、でもある程度2022年で一回ちょっと自分の中でこう区切りを、つけたいなと思ってね、ちょっとこの時間をいただけたらと思います。よかったら最後までお付き合いください。ちなみにちょっと今日ピンマイクをつけてなくって、仕事部屋のね、今隔離なんで布団の上で座って喋ってるんですけど、長男と次男がね、リビングで今多分ね、ドラゴンボールごっこをしてるんですよ。で、ピンマイク使ってないんで、ちょっとこっち拾ってるかもしれないです。なんか、うなり声が、私長男が今ね、孫悟空のモノマネにめちゃくちゃハマってて、孫悟空が、こう苦しんであーって言ってる声がめちゃめちゃそっくりなんですけど多分ね今それをしながら遊んでるんで遠くでうなり声が聞こえてもああ遊んでるんだなと思ってくださいすいませんよろしくお願いします。でまずですね2022年あっという間にだから12月がねもうほぼコロナだったから最後の1ヶ月ね仕事全部ほとんど飛んじゃったからなんかあっという間終わってしまったんですけども本当この1年間ありがとうございました。私の中で、今年一応ミレニアムイヤーというか、まあ記念の1年。なぜかっていうと、まあ10周年だったんですね、活動。今年で11年目になったわけなんですが、まあ、ザ、三日坊主という代名詞が、本当母親は多分つけるような息子なので、まあそういうタイプだったんですよ、本当。その人間がこうやって10年以上、同じ活動をね、続けてこれたっていうのは、しかもね、不安定な、活動なのでそれを続けてこれたのは普段皆さんがね応援してくださる方とか動画を使ってくださる皆さんがねいてからこそなので本当に改めてになりますがありがとうございました。いろんなことがあって当然ですしそれはまあ今年だけの話ではないんですけども当然ではあるんですが、まあ自分の中でもこういろんな感情とねこう向き合っていろんなことあってっていう中ででも皆さんからいただいたこう言葉というかコメントとかを見ながらこういらっしゃるぞ授業取るぞっていうね感じで頑張ってこれたのでそれはねやっぱどうしても伝えておきたくてね本当ありがとうございます。で、まあ、2023年はですけどまあというか10周年を迎えた段階でもうここまでは絶対続けるぞっていう中でも中は、ものは自分の中ではもうなくて、まあいけるところまで頑張ろうという感じでね、日々、今活動に当たっているんですけども、まあ2023年も、別に今のところ辞めるつもりとかは全然ないんですが、まあどこまでいけるかっていうのはわからないんですが、ただ、まあ、60歳の時にこういうおじいちゃんになりたいなっていうのは自分の中であるので、まあ60歳ちょっと遠すぎるんですけど、まあでも、その自分の中でのかっこいいおじいちゃん、まあそのかっこいいおじいちゃんっていうのは、その60歳になった時の子供たちの話というか相談に乗れてる、なんかネットとかはその時ネットか分かんないですけど、とか使って、なんか子供たちの相談に乗れるおじいちゃんだったら、ああ、俺かっこいい気がするなっていうのはなんかすごく憧れがあって、だからそのおじいちゃんを目指して、まあ YouTube っていう場所なのか、形は変わるかもしれないんですけども、まあ自分のペースで、人よりちょっと早く走ることができないのも自覚はしているので、一歩一歩前に進んでいけるようなね、2023年にできたらなとは思っておりますので、よかったら来年もね、ぜひよろしくお願いいたします。
で、最近起こったことに関してですね、まあ、顔出してこう喋るのは初になるわけなんですが、まず最初に伝えておきたいことがあります。それは、まあ、今回ね、この、まあ、ツイッターである方が、まあ、俺の中でちょっと言葉が適してないかもしれないですけど、まあ、暴れていて、で、いろんなね、例えば、私の名前を出して、ハイチってめちゃめちゃすげえんだぞってバカにすんじゃねえよみたいなことを言ったりとか、ハイチと比べてこの YouTuber どうだよ、なんかダメだよねっていう小バカにしたりとか、まあ、そういったことがあったんですよ。で、まあその行為は、許せることではないので、まあ、まずはね、そう、私のファンって語ってましたが、ただ俺はファンを選ぶことはできないんですけど、私はファンだとは思ってないので、その行動をしてる人に対してはね、まあまあちょっと話それましたけど、まあそういったいろんなことがあって、まあ嫌な思いをされた方がやっぱ実際いらっしゃると。で、その方に個別で謝るべきじゃないんですかっていう意見も実際にあって、だから私の中ではそれを行動にできてなかったんです。で、なぜかっていうと、この人が勝手にやったことになんで俺が謝らなきゃいけないんだろうって思っちゃったんです。正直言うと。で、今でもそう思っている自分もいます。はい、います。ただですよ。今回コロナでこう、休んでて、いろんなことを考えて、まあ、いろんな、ね、方の意見も見てたので、考えてて、でも、私がこの活動をして、ハイチっていう人間がいたからこそこの人が生まれて、こういった意見を言う人が出てきたわけだから、直接悪いことをしたとは思ってないですけど、でも、その人が傷ついたことは事実なので、なんか、そこに関しては、謝るっていうことが正しいかどうかちょっと置いといてですけど、やっぱその部分は伝えておきたいなって思ったんです。なので、まあ、今回の件でね、傷つかれた方、嫌な思いをされた方、本当にすみませんでした。これからね、こういうことを防げるのかな、ちょっともう今回の件でかなり自信がなくなってしまってるんですけど、でもなんか自分は自分が別に一番なんてみじも持ってないですし、いや、もっと言うと教育 YouTuber 大好きだから、ね、例えば匠にしてもそうだしさ、勘太郎さんとかさ、まあ、森哲さんとかもそうですけど、まあ、他にもね、みんな、やって、結構接点ある方多いから、めっちゃ魅力的なんですよ。普通に奥とか人で話してても、まあいいなって思うんでね。あの勘太郎さんのゆるさとかさ、話してても、あ、いいな、こういう風になりたいなと思うもん。めっちゃ憧れるというか。いつか寿司食べたいなとかね思うんですけど、だからこそ自分が好きな人だからさ、それをバカにされるのもすごい嫌なわけですよ。で、それ多分昔俺が普通にこの活動してなかったら、俺も多分結構食ってかかっちゃう人だからさ、はぁとかって言っちゃうんだろうけど、まあ、立場上ね、それは違うし思ってるって言っちゃいましたけど、そうだから、ね、これからどういう風に、同じようなことがあった時にね、どういう風にできるかっていうのは、そうだね。なんかメンタルの話も多分すぐ出しちゃうでしょ。で、実際でもさ、もうメンタルギリギリだんで、今。そう。もうずっとそんな感じだからさ、なんかそこも含めて、なんかね。結構自分の中で八方塞がりな感があって、どうしようかなって思ってるんですけど、あ、でもそうそう。で、あと、その授業動画のミスとかに関しても今回フォーム作らせてもらって、で、今何件かね、書いてくださる方がいて、まあ、いろんなね、意見がありましたけども、まあ、順番に、ちょっと多分全部見て、一気に言ってないと頭パンクしちゃうタイプなんで、自分は一個ずつこなさなきゃと思って、今一個ずつ、コメント欄でね、訂正させてもらったりとか、非表示じゃねえや、非公開でさせてもらったりとか、ちょっとコロナ落ち着いた時に一本取り直ししようと思って、今、板書案作り終わったところなので、まあ、これが今声が腫れるようになったらね、それ取り直して投稿したり、まあ、差し替えていったりとかね、まあ、そういったことにしていこうと思ってて、まあ、それ本当にありがとうございます。それがね、書いていただいたおかげで、こう、自分のね、内容もこういいものになっていくと思いますので、ぜひこれからもご協力いただければ幸いです。で、あと教え方とかね、に関しても、まあ、いろいろ意見はあると思うんですが、まあ、自分の中では、やっぱりこう、塾講師の時の子供たちがやっぱりすごいメインで、イメージで、あるんですよね。で、彼らが、その、学校の授業とかも全然わからんって悩んでる子たちが、でも勉強できるようになりたいっていうきっかけ、そのスタートとして、その身近なところに、自分の意思だけでこう、学べる場所があって、それが教科書に沿ってたら、どこでつまずいてもサポートができる。めちゃめちゃうまい授業だとは思ってないですけど、そこまで。でも、目の前にある学校のワークぐらいは、計算ドリルとかが、解けるみたいな。なんかそれが、
一個のスタートになったらいいなって思うんです。あとはもともと不登校支援をねすごくしたいってずっと大学の時から思っていて、その不登校の子たち、まあ、小学生のね、まあ、小中高全部そうですけど不登校の子がものすごく増えていて、これからも増えるって言われています。それはポジティブな意味の不登校も含めてにはなると思うんですけど、そういった子たちが、まあ、学びの選択肢としてお金もかからないですからね、そういったものをやっぱり整えてあげるというか、一個の選択肢としてはやっぱり提供しておいてあげたいんですよね、うん、なのでだからこそもっと自分も力をつけていい授業をしなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですが、あの授業のやり方とか、まあ、それもミスがあったらね訂正はしていくので、あのその辺も含めて2023もね頑張っていこうかなって思うんで、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと本当話があっち行ったりこっちでとっちらかっちゃいましたけど、あのでもなんかいろんな意見、まあポジティブな意見もネガティブな意見も含めてですけど、本当にこの1ヶ月間はいろんな意見をあの見させてもらうようにして、でもいろんな、だって褒めだけだったらさ成長はしないじゃないですか。であのメンタル安定はするでしょうけど、そう、まあ、間違ってちゃんと否定、まあ、否定するフォームのやつも結構こうきつい言い方、ぐさって刺さる書き方されてる方もいらっしゃいましたけど、でもそれだって訂正 しないよほらっていう意味を込めて、まあ、愛のある無知だと思うんですよね。だからそれも感謝しかないですし、それを込みであの力がない分他の方に借りてその気づいて訂正していく必要あるかなと思うので、まあ、その辺は、頑張っていきます。はい、ということで、2022年本当にねこの1年もありがとうございました。2023どんな1年になるかもちろん未来なんてねわからないんですけれども、まあ、終わった時に自分らしく前に進めたと、思える1年にはしたいですし、それをなんか自分よくね自分の姿、生きてるその姿が教材になるって特に思っている人間なので、まあいろんなこう悩んでる姿っては多分画面通して伝わってしまってると思うんですけど、でもその悩みながらでも自分らしく一歩一歩前に進んでいった結果こういった風にんなことがなるんだよって、未来は変わるんだよっていうのをやっぱり子供たちに見せていけたらなっていうのはすごく、それはもう変わらず思っているところなので、2023年も一歩ずつ前に進めていけたらと思っておりますごめんなさいね。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。次回は2023年にまたお会いできたらと思います。そうだ、最後もう付け足しみたいになっちゃいましたけど、そう、先月実験動画スタートするって言ってたんですけど、大人の事情であの制作がすごい伸びちゃってて、ただ今あの編集者の方ちょっとメンバー増やして今作ってもらってて、もう何本か完成してるんですね。でそれは年明け1月の一応8日ぐらいをめどに、スタートしていきます。元気先生とかたまにちょっとクラレ先生とかにも出演していただく中学生が学校でやる実験の動画をシリーズで投稿していきますので、よかったらそちらもぜひね見てみてください。それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。最後の1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまた、バイバイ。